女優森七2が7日、東京都内で行われた映画、4月になれば彼女は、山田智和監督、22日公開の完成披露試写会に主演の俳優、佐藤健、34共演の女優、長澤まさみ、36、らと登場した映画プロデューサーで作家、川村元気氏、44の人気小説が原作で、10年にわたる愛と別れを。 壮大なススケーーールで描いた心に刺さるラブストーリー同作の撮影で約1ヶ月間チェコプラハボリビア・ウユニエンコなど10カ国を巡ったと言いつらかったですコロンビアで帰りたくて1回泣きましたさすがに母に電話して「正直帰りたいってでもどうやって」と言われてとどまりましたと当時の率直な心境を告白 長沢にもうゆにえんこから電話したと言い、絶景を見てってと笑顔。電話がなかった佐藤から思い浮かばなかったと質問されると浮かんだんですけど、まさみさんに電話しましたとぶっちゃけ笑いを誘った。